午前2時過ぎの札幌東区、雪が横殴りに降っています。札幌では午前5時前から大雪警報が出され、まだ夜が明ける前から市民らが雪かきに追われました。こちらの住宅街にはこのようにもう車の形がわからなくなるぐらいに降り積もった車もあります。札幌から小樽市周辺では昨日の夜から活発な雪雲が石狩湾から流れ込み、午前11時までの24時間に札幌南区の小金湯で49センチ、小樽市で34センチ、札幌中心部で20センチなど、短時間で多くの雪が降っています。これからもまだね、20、30センチって言ってるから、一回やれるところまでやっておかないと。今まで少なかった分取り返すぐらい降るんじゃないかなと思って心配してんだけど。また札幌市内では事故も相次ぎました。中央区では午前6時ごろ乗用車と除雪車が衝突し、4人が怪我をしました。いずれも意識はあるということです。雪は昼過ぎまで強く降り続く見込みで、深夜までに降る雪の量は札幌と小樽の平地の多いところで20センチとなっています。